はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4の DLC ヌカワールド、ゴリラと、原始的な生活を送ってたシート、そしてギャングのゲージ、そして妻を失った主人公、この4人で、そのドクター、連れ去られたというこの場所でパスコードをゲットして、なんとか、怪物のクローン工場を停止させるという、なんという、もうとんでもないメンツだけど、ここをね、制圧しに行くよ。なんかこう、この大きな金属の蛇。金属の蛇ってこれのこと言ってんのか。コースターの建築跡で、ゲータークローがすでにいる。あ、違う違う違う。焼き尽くせ。おお、揺れてる。怪物だ。あ、もう来ちゃった。デリバラ。よし、みんな頑張れ。ロード OK。 あ、一気に晴れてきた。さあ、まだいるか。いた。あ、たくさんいる。ほら、かかってこい。お前と俺だけだ。あ、ちょっと待って。おお、もう一体来てる。ここだ。うんもったいねえ。一発だ。実質2発だけど。よし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 。たまにはね、使ってみたくなっちゃった。さあ、結構広いな、ここ。ちょっとずつ探索する。フュージョンコアゲット。これ開くぞ、エキスパート。いいね。オッケー。あら、ドクターで、ドクターの鼻息かと思ったら、これ多分ゴリラだなドクターハインのパスコード。お医者様、鍵持ってる。多分この人やろう。施設開く。よし、もうなんもない。ここなんもない。さあ、これでクローン施設が開くわけだけど、またこっちに戻んないといけないね。ちょっとその前に短すぎるから、ここもうちょっと探索してみるか。もうなんかコーラのボトルばっかり映ってるけど。ぬかなんだこれ。オレンジ。ここもなんだろう、別のテーマパークを作ろうとしてたのかな。ぬかコーラ。ショットガンシェルに、ん？ラジオ。向こうの建築後には何がある？あ、こっちにもなんかコンテナがあるけど、クレーンもあるし。あ、瓦礫に埋まってるな。あ、瓦礫に埋まってる。モンスターもいないね。じゃあ戻るか。あ、サファリアドベンチャーの隣になんか建物があった。おっと、あ、一発この塊なんかね、虫出てくんだよな、気持ち悪い。あ、あそこにもいる。 OK。 ここ開けれる。やった。なんもない。特になんもないけど、これ会場。OK。パワーマーステーションあるけど特に何もない。こっちは、こっちの建物はエキスパート。素晴らしい。4本以上足があるやつは即座に倒すべき。ん？なんだこれ。ぶっ壊れてる。お、パワーもあった。なんかいろいろ混ざってるな、これ。マーク4胴体と。ほうほうほう。これはもうキレということだな、きっと。パワーアーマー、ヌカワールドに来てからもかなり見つけてるけど。よし。ヘルス740。結構強いんじゃないか、これ。来てこうっと。よし。現在フュージョンコアも38個。さあ、じゃあ戻ろう。さあ、夕日が綺麗だな。これから工場を止めないといけないけど。さあ、戻ってきたけど。これで入れるね。じゃあさっきのじゃない。前回開かなかった扉。よし。よいしょっと。あ、ここ。ターミナルがどこかにある。ここにある。扉を解錠。OK？ よし。ここには来たことがない。不調なクローン装置を停止させる。おっと。あ、いるね。パワーアーマーなら無敵だ。てかもう武器も強いし。OK。他の武器使うか。ほとんどピストルしか持ってないな。このゲームね、やってて常々思うけどね。ピストルがすげえ強いと思うんだよな、このゲーム。アサルトライフルとかよりも。さあ、探索するぞ。お、サイコ。血液パックとコーラ。ん、テープが2つ。ハインの、あ、これハインのターミナルか。ゲッチちょっと勝手にいじんないでゲッチちょっとそこを避けてくんないかな。俺ならそいつは放っておくが、あんたのとりあえず、こっちを再生。ドクターダレン・マクダーモット。ダレン。個人的な記録を続けているが、私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。食料の供給を続けるために、ぬか発生再現装置の修正を続けてきた。皮肉なことに、レジャーのための動物の標本を作るために、ぬかワールドが使っていた同じ機械が、生き延びるために必須のものになった。牛の細胞のサンプルを使って生存可能なクローンを生み出すことに成功した。まず食料にして、そして残った細胞でさらにクローンを作った。ぬか発生再現装置が稼働する限りは、これから何年でも食料を得ることができるはずだ。ドクターハインはこの成功を喜んでくれただろう。悲しいが、もうずっと前に彼の顔が思い出せなくなってしまった。神よ、もう何十年にもなる。100年以上かもしれない。本当か、そんなに経ったのか。この続きは後で録音する。食料問題解決のためにクローン装置を作ったけど、結果的には怪物クローン装置になっちゃってると。こっちの西。あ、これ同じやつか。内容変わる？私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。あれからもうクソ、どれだけ経ったかわからない。何ヶ月なのかを数えるのをやめた。いや、何年なのか。処分前だった実験道具があっても、今の姿から元に戻ることは不可能なのは明らかだ。核爆弾からの放射線が私の体を貫き、肉体を変えてしまった。だが失望に陥る代わりに、この変化を受け入れ、しいクローンの研究の基礎として使うことを決めた。おそらくこの呪いは祝福へと変わるだろう。ドクターハインがここにいて手を貸してくれたら。彼がいないととても困る。さあ探索を続けよう。こっちさらに下に行っちゃうな。さっきなんかターミナルのあった部屋があるんだけど、お、開けれる？開けれるね。冷蔵庫ばっかだ。血液パックなんもない。さあ下に行くか。うん、広い。ちょっとアルビノゲータークローちょっと硬いけど大丈夫。まだいる。OK。おっと荷物が多い。ゲージ。おっとゲージにも持たせられない。ちょっと一旦荷物競りに連邦に戻るか。はい、ちょっと一回帰ります。さて戻ってきた。ちょっとね、ゲータークローから手に入るアイテムが結構重量あったっぽい。さあまた重量開けてきて。さあ、伝説的ゲータークロー。伝説じゃなくなってるだと。別のエリア行ったら伝説じゃなくなってるだと。まあ、しゃあない。あいつさっき伝説だったのに。取っとけばよかったな。アルミキャスター。さて寒くないのか、シートースの格好は。お、フュージョンコア取っちゃう。それっぽいけど、隣に日誌が。私はドクターダレン・マクダーモット。またこの人。個人的な記録を続けているが、私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。今日外へ出たら、サファリアドベンチャーに入ってきたウェイストランドスカベンジャーの集団に見つかりそうになった。したがって、自分の懸命な判断に反して、びっくりした。冷蔵庫に保管していた危険なサンプルのいくつかを継ぎ出してみようと思っている。ヌカ発生再現装置を使って圧倒的かつ訓練ができる標本を作り出す必要がある。私を守ってくれる存在だ。だが最も大事なことはこの施設を守ることだ。データの科学分析と計算に少し時間はかかるだろうが、生存可能な標本を作り出せると確信している。数年かければドクターハインならこの行動の方向性を非難するだろうが、彼はここにいないし、この装置をふさわしくない誰かの手に渡すわけにはいかない。ドクターハインの名がよく出てくるけどゴリラのドスンドスン音がびっくりするな。これ開けれるぞ。ちょっとパスコード持ってるけど、ちょっとその前に周りの探索だ。んあれ、これここが開いたのか。これ開いてる。弾薬これどこに繋がってるんだ。出口っぽいね。オッケー。さてこれか。あ、これ砂なのか。これなんかもっと豪華な巣なのかと思ったけど。さて、じゃあこれだ。向こうか。あと6体ゲータークローが余ってるから、そいつを倒さないといけない。これ再開とかさせてみたらどうなるあおあ、ゲータークロー出てきた。っていうか今なんか別の生き物まで出てきたし、今おっとっとっと OK。 あれ、あ、ちょっと待ってこれダメだ、ダメ。いやー、多少の流れ玉ぐらい気にしないでくれよしと敵対化しちゃった。ていうかこれもしかしてこれを再開したから敵対化したとかいうわけじゃないよね。これ敵対、これやったらゲータクローがやってきて、おっと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 、オッケー。で、今これ再びオンにしたところ、なんか動物が出てきたけど、鹿のような。まあでもこれは無効にさせとこう。あれなんだと、停止ができない。これが出てきた鹿なんだけど、どういうことだこれまあ無効化できないものは仕方がない。出て残りの怪物ぶっ倒しちゃおう。さて、こんなとこから出てくるの。残りのゲータークローを片付けないと。とりあえずどっかに登りたい。どっかに登りたいが登れない。あらら。よいしょ。登れない。登れた。残りはどこにいる？なんかみんなガゼルになってるけどあ、いた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 。じゃあ元はガゼルなんだけど、これがゲータークローになってるのね。クローンは何でもありか。うわ、こっち。さあこっちだな。おった。オッケー。頑張った。あと2体。ん？建物の中か。爬虫類ハウス。なんだこりゃ。こっち開けて。ああ。おるよ。あ、ここ開いてるの。OK。 さあ、あと1体。爬虫類ハウス小さいな、随分と。だってここ以外なんもないもんな。お、下がある。ああ、ラット放射能ネズミなんもないね。さあ、あと1体。ん？熊の洞窟。おー、なんだ。暴れてる。ああ、熊と暴れてる。あ、開けちゃうのかい。八百具合だ。OK。 よし、全部片付けたぞ。え、シートーとシートーの家族に対処するって何？ちょっと待って、対処するとは始末するという意味ではないよね。そうなのかな。ちょっと話しかけたい。もうちょっと広いところで外に出てから話すか。ん？何を？ちょっとあ、びっくりした。八百具合か。あ、ゴリラに殺してやるのかと思った。シートさん、シート終わった。もう怪物来ない？うん。奴らは戻ってこないはず。奴らは戻ってこないはず。家族はもう大丈夫だよ、シート。シート、とても幸せ。どうやってお礼をすればいい？そうなんだよな。レイダーを呼ばないといけないんだけど。イエロー選択肢。仲間がここに引っ越してくる。でも落ち着いていれば仲良くやっていける。どうかな。シートは友達しか信用しない。家を誰かと分け合うなんてできない。ああ、となるとここに出ていかないといけないんだけど、でも正直レイダーにバランスよく振り分けるならレイダーここを明け渡さなくていいんだけどさ。どうしようかな。Y、次はどうするって聞いてみよう。次はどうする？シート。ここに留まるか、それとも家族を連れてウェイストランドに向かうか。動物園は小さい頃からシートの家で、昔からずっと家族の家だ。ここにいたい。ウェイストランドは家族にとってもシートにとっても安全じゃない。だよな。よく聞いてほしいシート。よく聞いてほしいシート。君と君の家族はここから出ていかないといけない。人間がやってきて家族に危害を加えるかもしれないから。悲しいけど、わかった。あ、出てくれる？家はとても危険になってしまった。家族を連れて出ていく。持っていけ。キラキラ光るもの。シートが持っているよりいい。あげる。ありがとう。新しい友達。シートは絶対に忘れない。おお。シートシャイニーズラッカー。ドンキ。お、戦闘にならずに。シート、出てくれた。ありがとう、シート。友達。めっちゃ友達。さあ。あとは旗を立てる。なんかガゼルがね、そこら中に歩いてるけど、旗を立てる場所を見かけたんだよな。さあ、これだ。これで振り分けるわけだけど、順番通りに来てるなら、そう、パックスがね、一つしかパークねえよ。どうしてくれんだこの野郎ってなる可能性があるんだけど、どう頑張ってもそうなるからごめんなさい。オペレーターズにプレゼント。さあ、振り分け完了と。あとはちょっとゲージとお話しして、この後の傾向を伺ってみるしかないんだけど。じゃあとりあえず今回はここまでにしようか。じゃあ次回、パークを全て制圧して、一体この後、ヌカワールドはどうなるのか。といったところで、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。